一度おぼこりきつくってみます。バトルシミュレーター高明さんを完全にパクってるじゃねえか。いやマリサ変なこと言うのやめてくれる。バトルシミュレーター高明さんは、自動ボコリキを受け入れるはずと言っている。だからバトルシミュレーター高明さんの気持ちを、私たちが引き継ぐものだから、ソータゲーム TV 式自動ボコリキ作りました。正論を言っているのかもしれないが、言葉にするとわかりにくいな。それは言わないで。まあこいつらと戦わせよう。喋ることなくチリとなっていった。これこそ悪。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。これからも投稿、頑張っていくのでぜひ、チャンネル登録いいねよろしく、お願いします。他の動画もぜひ見てください。それでは、